時代とともに移るデュエルの環境。多くのカードが現れては消えていくが、時代を超えて輝きを放つカードもまた存在する。人はそれをマダツヨカードという。本日のマダツヨカードは月の塩。2002年3月発売のファラオニックガーディアンで登場した速攻魔法で、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動でき、そのモンスターを裏側守備表示にするという一見シンプルな効果だが、そのシンプルさゆえに現代のカードプールでも十分使えるポテンシャルを持つカードとなっている。月の書の強みは何と言っても1枚でこなせる役割の多さで、まず第一にリバース補助。リバースモンスターはその性質上、相手が警戒して攻撃してこなかった場合は自分のターンに反転召喚させるしかなく、その場合は表側攻撃表示のまま場に残るため無防備になってしまう。月の書はこうした無防備な状態を回避できるだけでなく、相手ターンに発動できる速攻魔法であるため、わざと相手の攻撃を誘いリバース効果を再起動させるといった使い方もできるぞ。ファラオニックガーディアンはサイクルリバースモンスターが初めて登場したパックであることから、本来は太陽の書とともにリバースの弱点を克服する意味合いが強かったのかもしれない。次に戦闘補助としての役割で、どんなに攻撃力が高いモンスターでも守備力が低ければ月の書で裏守備にすることで容易に戦闘で突破することができ、逆に相手の攻撃宣言時に攻撃モンスターを裏守備にすることで攻撃そのものを回避するといった使い方もできる。3つ目はやや特殊な使い方だが、裏側守備表示の性質を利用して特定のデメリットを回避する役割で、効果を無効にして特殊召喚する場合やエンドフェーズに自戒する場合に月の書で裏側にすることでこれらのデメリットを回避することができる。覇王竜の魂で特殊召喚したズアークは効果が無効となっているため、特殊召喚時の相手のカードを全て破壊する強制効果は本来不発となるのだが、ザークの効果に月の書をチェーンすることで効果処理時にザークが裏側になり効果無効がリセットになるため、破壊効果を通すというコンボが可能になるので。4つ目は相手の展開の妨害だ。高速化した現代遊戯王では先ほど紹介したリバースや戦闘補助よりもこちらの役割で使われることが多いだろう。相手の展開の起点となるモンスターを裏守備にしてしまえばそれ以降の展開を止めることができ、特にシンクロ召喚以降のエクストラモンスターは原則として裏側守備モンスターを素材として使えないため、これらの展開を抑制する手段としても有効であって、相手モンスターを裏側にする強力さは月の書の効果を内蔵し、スピリットモンスターゆえに毎ターン使い回せる月読みが禁止カードを経験した点からも兼ねてより評価されていて、月の書も実際その採用率の高さから2005年9月に制限カードに指定されていたが、新たに登場した召喚方法であるシンクロ召喚へ対抗するカードとしての活躍が期待され、2008年3月に準制限、2009年3月に無制限へと緩和されている。また起動効果持ちのモンスターを無力化できる点も非常に優秀で、エクシーズ召喚が実装されたマスタールール2より以前ではモンスターを召喚しても優先権が移らない仕様であったため、月の書で妨害するより先に起動効果を使われてしまう最低であったが、マスタールール2以降はモンスター召喚時に一度相手プレイヤーに優先権が渡るようになったため、起動効果を使う前に月の書で相手モンスターを裏守備にし起動効果を使わせないといった妨害が可能となり、一躍超万能な妨害札としての地位を確立して、さすがに当時は強力すぎたのかルール改定に先立って再び制限カードに規制されたものの、環境の目まぐるしい変化もあって2016年4月に無制限カードとなって、規制を受けるほどではなくなったものの、昨今では破壊耐性持ちや厄介な除去効果持ちのカードを無力化するにあたり、裏守備にする有用性は依然高いと言える。だが月の書の神髄は妨害のみにとどまらず、相手の妨害をかわす手段としてなんと魔境とも言われたあの2022年環境で活躍した経歴もあるので、昨今の環境ではもはや増殖する G や春うららを基本として空いた枠に可能な限り手札誘発カードを入れるのがスタンダードになっているが、無限抱擁やエフェクトベーラーなどによる妨害をかいくぐる手段として一時期大会環境で月の書が起用されていたので、これらは表側表示モンスターを対象に取る効果であるため、こちらのモンスターの効果の発動に対して相手が無限抱擁を発動した際、それにチェーンする形で月の書を使い対象のモンスターを裏側表示にすることで
効果無効が不発となり、妨害を回避するという対策が可能であって、結果的に自分のモンスターが裏側守備表示になるため、その後の展開には繋がりにくそうだが、グアンダリーズでは下級モンスターの効果さえ通ってしまえば連続召喚で展開を行え、裏守備になったモンスターもアドバンス召喚のリリース要因として活用できるため無駄がなく、相手の妨害と妨害に対する対策カードの両方の役割をこなせるカードとして、一部の大会入賞者が月の章を採用しているケースがあって、その後テーマ内に似た動きが可能な速攻魔法グアンダリーズと旅支度が実装されるなど、月の章の妨害回避性能が広く知られるきっかけとなって、相手を裏守備にするカードであれば闇の護風剣や怪奇日食の書が存在し、これらは相手モンスター全てを裏守備にし対象を取らない点で優れているが、闇の護風剣は永続魔法ゆえに発動時に破壊されると不発になり、怪奇日食の書は相手にカードをドローさせるデメリットに加え、ドロー効果を含むためハルウララで無効化される点が大きな弱点なので、これらと差別化できる点も月の書の優れた点で、登場当初から一戦級で活躍し、一戦を引いた後もルール改定や誘発環境の変化で高い評価を維持し続けている月の書。カード名、効果、イラストともに非常にシンプルで人気が高く、マスターデュエルではメイトとして実装されるほどで、裏守備にすることでシンクロ素材やリンク素材にできない点や、耐性持ちモンスターを裏側にした際には耐性がなくなるなど、遊戯王のルールの奥深さを改めて学べるカードでもあるので、昔を懐かしみながら現代でも通用する月の章をぜひ採用してみるといいだろう。というわけで俺はこれでターンエンド。活躍しているまだ強カードがあればぜひコメントで教えてくれると嬉しいぞ。